どうも皆さんこんにちは、バクレです。ローグカンパニーやっていきたいと思います。で、今回が初めてのローグカンパニーの動画なので、前半は説明多めでやっていきたいと思います。試合がすぐ見たいって方は、字幕で表示してると思うので、そちらの方までスキップしてください。で、このゲームどんなゲームかっていうと、まず TPS 視点のシューティングなんですけど、モードがまず2つあります。デモリッション、ストライクアウトっていうモードがあって、で、デモリッションの方がレインボーシックスシージの爆弾だったり、 COD でいうとサーチ&デストロイの方が近いかなになります。で、ストライクアウト、エリア確保ですね。一つの拠点にめがけてみんながわーっと行くっていう感じです。で、その代わりチケットがあります。おのおの A チーム B チームみたいに、分かれてて、で、死ねば死ぬほどチケットが減っていて、最終的には復活できなくなるっていうモードですね。で、ゆくゆくはランクマッチも実装されるそうなので、まあどうなんでしょうね、2つともモードで実装されてるのか、まあ1つずつのランクマッチなのか分かんないんですけど、まあそこら辺はまた情報が上がるまでは分からないんですけど、まあそんな感じみたいです。で、どんな感じの動画にしようかって思ってたんですけど、とりあえずはこのローグっていうキャラクターたちですね、たくさんいるので1人ずつ紹介していきながら動画を撮っていきたいと思います。で、今回は自分のメインキャラにしようと思ってるファントムっていうキャラを、一番最初に持っていこうかと思っております。どんなキャラクター派かっていうと、右に、アビリティパッシブっていうのがあって、これ全キャラクターあります。で、アビリティっていうのがエイペックス風に言うとウルトですかね、で、こいつの場合ナノスモーク、エリア内の敵を検知するスモーク、グレネードを装備する。これ毎ラウンド使えるので、ただ使えばそのラウンドはもう使えません。で、スモークの中に敵がいると赤く表示されるっていうスモークです。で、味方も見える感じですね。ただ投げるのが適当すぎたりするとただのスモークなので、まあ、ちょっと味方の邪魔になったりする場合があるので、使う場合はちょっと注意が必要かなと思います。で、パッシブ、敵にダメージを与えると対象の HP 回復の開始が遅くなる。このゲーム自動回復なので、体力が、まあ、かなり優秀なパッシブなんではないかと思います。で、戦闘ロードアウト、これもキャラクターごとに全然内容が違うんですけど、まあ、同じのももちろん持ってたりします。で、この子の特徴、このスナイパーライフルなんですよね。ほんで、胴体ダメージ書いてある通り当てれば80、 HP が100あって80与えれると。で、ヘッドショットやったら一撃で倒せます。かなり強いですね。で、このゲームスナイパー結構ね、当てやすいんですよ。まあなのでちょっと使いやすいかなと思います。だとか、粘着センサーっていう、壁に貼り付けたりすると、まあ、地面にも貼り付いたりするんですけど、敵の位置がその範囲内だったら赤く表示される。壁越しでも、味方に貢献できるんじゃないかと思います。索敵ですね。で、パーク、これも各々違ったりするんですけど、で、一緒のやつもあったりします。まあ、ここら辺はやっていきながら説明しましょう。で、今回は紹介するキャラクターファントムですね、この子でやっていきたいと思います。で、次回からはどんどんこういうのが初心者の人は使いやすいんじゃないかとか、いろいろ紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。それでは試合の方へどうぞ。はい、ディフェンスの方からですね、キャラ選択画面でございます。キャラクターはね、シージと一緒で取ったもん勝ちなので、使いたいキャラクターはパッパと取った方がいいかもしれません。ただこんな感じで味方の人が何使ってるかっていうのはすぐわかるので、まあちょっとこれ足りないかなって、まあゆくゆくなってくるかと思うんですけど、まあそういう場合はキャラをチェンジしてっていう時間はあるので、まあいいんじゃないかな、その選び方は。敵のキャラクターも全てわかります。始まる時はね、結構かっこいいんですよ、こんな感じで。で、自分のキャラクターが一番前に来る感じですね。一応本当はね、全部のキャラクターおるやつ説明していきたいんですけど、ちょっとさすがにね伝えきれないと思うので。で、これ毎ラウンドごとに下ショップを開くというのがあるんですけど、こうやってお金があります。で、敵を倒せば倒すほど獲得できるんですけど、一番最初のラウンドって5000円全員持ってて、で、最初に何を買うかっていうのは、まあ、おのおの決めてもらったキャラクターごとにこれ買った方がいい悪いっていうのはあると思うので、まあ、こいつの場合は最初買いません、俺は。で、飛び降りる時からもう駆け引きが始まってます。あんな風に赤いスモーク張ってるのが敵なんですけど、どっちの方向向いてるかなっていうので、大体の A、B どっち来るかなっていうのが予想ができるので。ただここの場合ね、あそこ B の方に降りるのが難しいんで、ほぼ強制的っていうか A ポイント近くに降りなしゃあないから A に見えるんですけど、来てないかもしれない。来てなさそうですね。こっち来てますね。足音もだいぶ分かりやすいゲームなんで、
で TPS やから体を先に出すと負けますね。で丸ボタンでローリングだとかできるので、ただねこれ今まだベータ版なんですけど、ヘッドショット当てると今みたいにラグるんですよ。でこれがチャフグレネード、普通のというかこいつのグレネードですね、スモークか、あの中にいると敵が赤く表示されるっていうグレネードです。ナノスモークか、最初に説明しとって忘れてたわ名前。あとこの人だけだ。もらった。よし。で最初はねそんなにメイン武器構えてる人っていうのが少ないので、まあハンドガン同士の争いになったりしますね。でもちろん倒せば倒すほどお金が貯まるので、こうやって勝った方が圧倒的に有利な装備を整えられます。うん、こんな感じですね。で R1 とか押すとこうやって。構え方ですね、こういう視点の変え方できるので、ここら辺も充実してます、買いやすいですね。でこっからが、ファントムの、まあ、真骨頂というべきか、スナイパーライフル構えれるので、ただねここのマップスナイパー難しいんですよ、まあ言い訳なんですけど。でこっから来やすいから一応見といて、いますね。で援護に回ってあげて、で来そうなところはもうこれ投げとけばいいと思います。 OK OK 今のは決まった。起こしてくれる。あー来てるよ来てるよ、ナイスナイス。でなるべく味方同士固まって動かないとだいぶきついゲームなので、単独行動っていうのはなるべくしないようにしましょう。もうほんと一緒に行動するっていうのがかなり重要なので。で今攻撃と防御分かれてるんですけど、6ラウンドごとに交代します。まあ、だからここら辺修正した方がいいんじゃないかなとは個人的には思ってますね。やっぱり防衛の方が TPS という視点もあるし、ルールの都合上防衛の方がね有利なので、6ラウンドも連続で続けられるとねしんどいものがあるんですよね。もしかしたら B の方行ったかもしれないな。でなるべくヘッドラインに合わせといて出てきやすいところは、でタロンがねダーツ投げてくれると、このキャラクターですね、素敵を索敵できるダーツを投げれるんですけど、こっちか。で十字キーの下ボタンで敵がいるぞとかいろいろ表示できるので、援護に回ってあげましょう。おっ待ってくれ、これやらしいな。え？やばい。はっ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 。いやでもグリッチさんがワンチャンありますからね。でも全然、あでも防衛側だから仕掛けられたらきついな、もうこうなると。いや見ていきましょう、見てるよ、すごく。その頭と電源マークなんだい。グリッチかわいいな。でついでに今のうちに説明しておくと、このゲーム自体が今ベータ版で1800円ぐらいやったかな、一番安いのでお金を出せば今できます。ただゆくゆくは無料化されるので、
今すぐに別にやらなくてもいいよって方はもう無料化されるまで待っててもいいと思います。その無料化いつされるっていう情報が入り次第動画でお伝えしていこうかなっていう感じです。ナイス、いいね。その銃すごく音がいい。あ、頭なくなっちゃう。あ、頭あ、いいね、屈指打ち、ジジイ、うまかった。次行こう、次で、7ラウンド選手で勝敗が決まります。俺これちょっと投げてなかったね。これが粘着センサーっていう前半で紹介したやつですね。くっつけて敵が通ればそこに表記してくれるっていう感じのやつです。 I'll take it。いや、ザバッ。どっちやろな。今の傾向から言うと真ん中通ってきそうですよね。いやもうここの駆け引きでもう面白いからな。 A っぽいな。こっちは B や、 BBBBB みんな B だ。これは間違いなく B だ。でこうやって TPS なんで壁に隠れて体を出さずに待つっていうのが強いので、あんまり体を出す動き方をしない方が。ああ待って、えらいこっちだ。あ、ちょるわ。おいで、いいよ、顔を出しなさい。いいんだよ、俺は待ってるよ。あ、出さへんのかい。まあそりゃそうだよ、ファントムが見てるって分かってて顔出さないわ。当たんじゃねえよ、ほら。ちょ待って、ぶち抜いてやろうぜ。待って、怖い怖い怖い。あ、待って、ちょっとそれは無理、ちょっと無理です。あの味方の位置をちゃんと見てなかった俺が悪いですね。ちょっときついな。お、そんなあるの、エリア外とか。わお。え、でもなんでこの人陣地に戻ったんだろう。このマップ自体がね、あの防衛がかなり有利なので、防衛でラウンドを落とすとだいぶきついです。お、いいぞいいぞ、ナイス。お、いいね。ほら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 、あの、ああいうことは本当してほしくないよね。どうしようかな、リロード速度上げようかな。うん、でね、このゲーム中毒性がかなりあって、最初はちょっと微妙かなって思ってたんですけど、どん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 やめれなくなってきて。まあやから放送とかやったらね、しつこく言ってたんですけど、シージがどっぷりハマる人はまあちょっと物足りないかなっていう感じはするんですけど、シージの方が堅苦しく感じた人はこっちかなりいいと思います。あ、ちょっとだいぶカジュアルな雰囲気なんでね。で、まあまあランクマンが実装されるとまた話は変わってくるかもしれないんですけど、これワンチャン頭見えるよね。援護回りたいけど俺ハンドガンなんだよな。 I need a hand。 セイントだからやった方がいい。ナイス。おらえ、あっち行こうか、そこいるわ。あー、やった、今のはやったわー。クイックショット決めれんかった。いや面白いわ、ほんと。どうしよっかな、何のパーク取ろう。パークじゃないかな。で、近接武器とか投げれたりします。投げる機会あるかな。こうやって構えて、まあ言うたらトマホークですよね、 COD ので、当てればほぼ一撃です。最大まで強化しないと、あの HP を125まで増やしてる人は仕留めきれなかったはずですね。まあなかなかいい試合ですよ、3対2。ただ防衛側で取られてるっていうのが問題ですね。そろそろ A 来るな、これ。
俺 A 見とくわ。エネミースポッテッド。守っとこうかな、こっち。バンスポッテッド。これ多分範囲外だな。やばいね。いないのか。All targets eliminated. Okay. Great work. You got the nice. Halfway through. Switching sides. で、6ラウンド合体なのでこれで攻防が変わりますね。でもちろん攻撃側の方が、使いやすいローグだったり、防衛側の方が使った方がいいローグだったりっていうのは存在するんですけど、今のところはまだまあまあこの子かなっていうのはいるんですけど、そこまではガッチガチにしなくていいんじゃないかな。ランクマッチとか実装されて時間が経てば、まあ、地雷ピックだとか言われるキャラクターが増えてくるかもしれないんですけど。でまた最初からになります。この装備自体が攻撃と防具が変わればね。なのでここからまた最初にラウンド取った方が武器が豊富に手に入ります。飛び立て爆霊で、こんな感じでね、攻撃側だったら圧倒的に B に寄りづらいんですよね。なんやけど正直 A ポイントってここ攻めづらいんだよな。個人的な感想ですけどね、 A はちょっと攻めづらい。待ちやすいんですよ A って。Get me off. I'm not done. Enemy spotted.あーすまねえ、今のはやっとそこにもいたか。でこういう時に、まあ今キャラクターは味方にはいないんですけど、セイントっていうキャラクターがいたら無理やりドローンを飛ばして味方を蘇生できるっていうキャラクターがいて、そのキャラクターがすごく初心者の人に合ってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あ、ナイスナイス。They crushed us. Run it again. いい試合ですね。ただ勝ちたいよ俺は。まあ、負けたい試合はないけどさ。よっしゃ行こう。どうしようね、多分ピン立ててあげたらついてきてくれる味方だと思ってるんで、すごく固まって動いてくれる人たちやから、あっち行こうよ。いい？まだね返事とかできないんですよ。ピンのマーク合わせてやるとか、エフェクスみたいにね OK だとかできないんで、まあ、ゆくゆくはそれも実装するらしいです。来てくれないかな。あ、やっぱ A 行ってるな。あ、そうかそうか、敵こっちの方がいないんか。いたな今。エネミースポッテッ。オッケー。待って、なんかややこしいも貼り付けられた気がする。いやーすまん、やったわ。 All friendlies eliminated. あーしゃあしゃあ、申し訳ない。いやー一発最初に抜いたんやけどな。4対4か。俺が爆弾だね。やっぱりずらした方がいいと思うかな。ちょっと B 地点攻めない？まあ、ここら辺が野良でやる時の歯がゆいところですよ。お知らせしたいけどね、そっちに行きたいっていうのを言ってるんだけどな。まあさすがにあんだけボロボロにやられたら来るだろう。あーでもどうだろ
こっち来るかな。Move here. ちょっとあんまりあれだな、言うこと聞きたくない人たちなのかもしれない。別に命令してるつもりじゃないんだよな、提案なんだよな。アミル頼むぞ、こっち。ほらこっち見るわ。ナイス、いいよ。ナイスナイスナイス、いいよ。俺はここでひたすら待ちますよ。こういうルールですからね。これを守ればいいんですから。まあ、こういう時もこうやって壁で待ってる方がいいです。で、割とね、爆弾の起爆時間がかなり長いので。ナイス！いいですね。まあ、爆弾らしいといえば爆弾らしい感じだった。あと2ラウンド取ればこちらの貸しなので。まあ、でも、かっこつけたスナイパーは見せれてるからな、前半だけ。戦績2位だけど、まあまあ戦績というよりあれですよね、試合に勝てればいいから。どっち行こうね。もう一回 B を提案したいところですけどね。多分ね B 手押しなんですよ。あ、いや来たな、2人来ましたね。どうだろう、もう一回行っても俺はいいと思うが、そっち行きたい。どうするんだろう、俺あんまり一人になりたくないんだよな、スナイパーっていう都合上。味方の人と一緒に動きたい。ローニーと一緒に動くか。爆弾落としちゃったか。デプロイングユーティリティ。こっちもいるな。オッケー、俺一人だね。1対2か、きついもんがあるな。 T-45 待たれたら終わるからな。爆弾取りに行かないとやばいしね。さあ、さてさて。あー、やだ、行くの来いや。あ、10 seconds remaining. カモン、来いよ、早打ち勝負だろ、出てこいよ、来いよ、早く、早く来て。あ、俺もう見えなくなっちゃうから、見えなくなっちまった。もうバカ野郎め。あ、クソ、ごめん。チキったわ。クソ。どうしよっかな、敵をダウンさせるとライフが大幅に回復するにしようか、パーク。いやー接戦だな、あと2ラウンド選手だからな。ここ取りたいね。勝ちたい、すごく勝ちたい。このポリケツをみんなに拝ましたい。何言ってるか分かんない。どっち行く、どっち行く、みんなどっち行く。あー、俺はもう一回 B を推奨するよ。あ、どうしよう、どうしよう、ばらけちゃった。あー、こうなったらきつい。ピン刺してみんなこっちに行こう。Go here. 不利だと分かってても固まった方がいいよ。一人で行くと絶対負けるから。Enemy spotted. 俺ここ押さえるわ。Deploying utility. I'm down.それをするとね、きつくなるよ。
utility out. 25 seconds left. Seconds remaining. Nice. This is my time. 10 seconds to go. 待って。Enemies are on match point. やばいやばい、マッチポイントやな。まあでもどんな感じのゲームかっていうのをお伝えできればいいからな。I'll take it. マッチポイントだからな。これにしようか。取りたい。ここは取ろう。無茶しないで。ゆっくり攻めよう。俺ら仕掛ければいいからね、みんな。分かってる？ Move here.殺さなくていいからね、別に。ああ、ダメだな。まったく。ユーティリティアウト。いそうなんだよな、右。いたわ。You're good. Get up. Utility out. Yeah, きついな。Bombs armed. See it through. Hum. Sun. Sun.よしいいぞオーバータイム。なんだこの設定は。やめてくれ、本当に。よし最終ラウンドまで持ち込んだぞ。いいぞ。もうなんかね、今とドキドキしすぎて手がしびれてる。もう本当やめてほしい、初っ端の動画からこんな。いくぜ。どっちだな。こっち行かない？本当に。こっち本当行かない？いい加減さ。いや、来てくんないな、本当に。いや、待って、来てるな、これ。しょっぱちに、それはやばい。ワンチャン裏取れる、もしかして。こうなったら。寝た。やばい、今ので外すか。いやー、すまん。今のはやったわ。いや、でもワンチャンある、ワンチャンあるよ。ナイス、ボムステッチ。そんな体が出るとこいたらやばいかもしれない。あ、バレてる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 。上登ろ、そこ登れるから上登ろ。解除してる、解除してる。ナイス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 。いいよいいよ、味方の人体出さなくてあんまいいよ。大丈夫だよ、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。あ、いいぜいいぜいいぜ。
あ、すごい焦んなくていい、焦んなくていい、いるっていうことが大事。これはどうどうどう、やったー勝ちましたなんだこの接戦。いやまあローグカンパニーの面白さが伝わるんじゃないかな、これは。だいぶ、いやこんな感じでね、接戦だったら本当面白い。一旦、ロビー戻ります。はい、戻ってきました。いかがだったでしょうか。ローグカンパニー一番最初の動画からで、ね、かなり緊迫した試合になったんですけど、こんな感じのゲームでございます。で今回ファントム使わせてもらったんですけど、冒頭でも言ってたみたいに、セイントだとかスコーチだとかいろんな、キャラクターいるので、そちらの方も使っていきながらどんどん動画出していこうかと思うので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた見に来てください。お疲れ様です。